結婚して1周年だったんですよ。そしたら1周年アニバーサリーだっていうことでその歌をプレゼントされたんですよ。本当に最悪なんです。歌ってる声でやがる。有村昆さんの丸岡さんへのファーストアニバーサリーソング、独特なタイミングでイエイを入れ込む歌詞にもご注目。午前0時の鐘が鳴ったら結婚記念日、結婚記念日、今日はいやいどんな日なんかより大切なんだ。今日はイエイ。すごい曲作ってますよ。前聞いたら150曲全部。もっとなんかミディアムポップチューンとかで。ミディアムも。わがまま美女たちはどんな暗い裏の顔を持っているのか、全員で比べてみました。まずは高橋真麻さんの裏の顔。ノリノリのマーサさんが見ているのは大好きなボーイの DVD ラストギブス。すると泣き出しました。相当情緒が不安定なマーサさん、この DVD を見ていると若い頃の苦い思い出がよみがえり涙が止まらないそうです。続いて渡辺直美さんの裏の顔。ペットに一声かけ鏡の前へ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。鏡の前で熱唱。